渡辺直美、平野紫耀の、個人的に会いたい人、指名に興奮、メガン開きのバッキバキ。こんにちは、皆さん。素晴らしいニュースをお届けします。日本のエンターテインメント界で大きな話題となっている、タレントの渡辺直美と歌手、俳優の平野紫耀に関する興奮が止まりません。インスタグラムのストーリーズが瞬時に広がる中、渡辺直美が平野紫耀からの、個人的に会いたい人、 指名に関するコメントを投稿しました。その一部始終を、この記事でご紹介します。まず、8月14日、月曜日、渡辺直美が自身のインスタグラムストーリーズを更新。その日に行われた平野志陽のインスタライブで、なんと彼女の名前が触れられたことに驚きと喜びを表すコメントを投稿しました。この驚きのコメントには、自差ボケで変な時間に起きてインスタ見たら、 あら、平野くんのインスタライブアーカイブ載ってるじゃない。再生しながらまた寝よって目閉じてたら自分の名前が聞こえてきて飛び起きた www という渡辺直美の言葉があります。彼女は平野潮のインスタライブを視聴しながら寝ていたところ、自分の名前が聞こえてきてびっくりした様子を語っています。この興奮冷めやらぬまま、渡辺直美はさらに平野潮へのメッセージを発信しました。 平野のインスタライブで彼女についての話題が出た際、平野は、個人的にすごい渡辺直美さんに会いたいんだよねと告白していたのです。かつて渡辺と共演した際の思い出を明かし、その時の人見知りなエピソードについて語った平野。これに対し、渡辺直美はコメントで、会いたいとか言っていただいたおかげで、メガンロきのバッキバキで寝れなくなって、草と興奮の様子を述べています。そして、ひ、平野くん、ん。 いつも応援し、てるよう。もし自話す機会があったら、あの時の人見知り事件が再度起きないように頑張って喋ります。体に気をつけて頑張ってねー。と、平野へのエールも添えています。こうして、渡辺直美と平野耀の交流の輪はさらに広がり、ファンたちは二人の素敵な関係性に歓喜しています。渡辺の目がガンビガキで寝れなくなるほどの興奮や、平野の素直な告白、そしてお互いへのエールが、 ファンの心を温かく打ち震わせていることでしょう。今後の展開にも期待が高まるばかりです。渡辺直美と平野紫陽の交流から生まれる新たなエピソードや意外な共通点など、ファンはますます二人の活動に注目が集まること間違いなしです。このように、日本のエンターテインメントシーンにおける渡辺直美と平野紫陽の関係性が、ファンたちの心を揺さぶっている様子をお伝えしました。 二人の交流が今後もどのような展開を見せるのか、私たちもワクワクして待ち望んでいることでしょう。最後に、この興奮と喜びに満ちた出来事をシェアした渡辺直美と平野紫耀に感謝の意を示します。素敵なエンターテインメントを届けてくれる彼らのこれからの活動に、ますます期待を寄せています。それでは、また次回の素敵なニュースでお会いしましょう。引用、渡辺直美、インスタグラム。 アットマークウェイトナブナオミ